どうも、エルザです。それでは、デトロイトビカムヒューマンやっていきたいと思います。今回は、前回の続きなんですけど、コンティニューをボタンを押してやっていきたいと思います。なんでいつもの画面じゃなくてここからしたかっていうところなんだけど、実は、今のストーリーの展開的に今のコンティニューのボタンを押すと、ちょっと会話が発生しまして、その会話が見せれればと思ったんですけど、まあなかなかでしたね。さあ、それではこの辺ですね。アマンダとの会話やっていきたいなと思います。雪が降ってて、どこいるかな。あ、いたいたいた。普通にいたね。今日の出来事で内戦勃発の危機に陥るでしょう。機械が反旗を翻そうとしています。人間は彼らを破壊せざるを得ないでしょうね。うん、なんか、ああ、カスタムスキーなら何か知ってるか。間違いでした。知っていたでしょう。でもあなたは聞かないことを選んだ。感情的に。私は彼のゲームに付き合わなかっただけです。あのアンドロイドを殺す理由などない。コナーシリーズ、コナーシリーズ。私は固有モデルではなかった。コナーは何人いるんです。それが一体捜査に何の関係があるというのですか。アマンダの写真。カムスキーの家であなたの写真を見ました。彼の教師だったんですね。カムスキーは私のインターフェースを知り合いに似せたかったのです。それで自分の恩師を選んだ。なぜそんなことを。秘密。私に教えていない情報がありますね。私はあなたに答えを見つけるよう言ったはずです。質問をするのではなく。ここ最近何か変わったことはありませんでしたか。疑問や葛藤を感じたことは。変異体やアンダーソン警部補に対して感情を抱いたのですか。まあ、プログラムにない考えを持ち始めました。私ももしかすると感染したのかもしれません。あなたは困難な状況に直面してきたのです。戸惑ったとしてもそれは変異したということではありません。捜査は終わりだ。 FBI が引き継ぐ。何？手がかりは見つけた。もうちょっと時間がありゃ必ず。ハンク、分かってくれ。これはもう捜査ってレベルじゃない。内戦勃発寸前なんだぞ。俺たちの出る幕じゃない。国の安全に関わる問題だ。ふざけんな、今さら手を引けだと。あともう少しなんだよ。アンドロイドは嫌いだったんじゃないのか。まったく、ハンク、一体どうしたんだ。喜ぶと思ってたかな。あと一歩で事件の真相が解明できそうなんだよ。頼むよジェフリー、一度でいいから協力してくれ。私にはもうどうにもできない。いつもの仕事に戻れ。アンドロイドは送り返しておくよ。悪いなハンク、諦めてくれ。お、ルートが解除された。これし状況で全く変わるのか。さあ、解除されたらしい。多分ルート解除した方で進んでいくのかな、この感じだと。焦り、内戦、時間、選択肢はない。焦り、こんな形で引き下がれない。絶対解決できたはずなんです。
で、サイバーライフに戻るのか。もうそうするしか。私はシャットダウンされ、分析に回されるでしょう。俺たちが間違っていたらどうする。自由になりたい人たちの邪魔をしていたとしたら。後悔。原因体が放棄すれば混沌が訪れるでしょう。回避できたかもしれない。だがもう手遅れ。お前カムスキンとこのアンドロイドを撃つのを拒んだが、自分を重ねちまったのか。それが感情移入ってやつさ。人間らしさってやつだよ。ちょっと戻っとくか。あっとこりゃパーキンスのクソ野郎のご登場だ。たく FBI は仕事が早いね。諦めきれない。証拠の中に答えがあるはずなんです。奪われたらおしまいだ。どうするってんだ。いいか、俺たちは外されたんだよ。手を貸してください警部。あと少し時間があれば手がかりを見つけられるんです。必ずそこに答えがあるはずだ。お前が変異体を見つけない方があいつらにとっても幸せかもな。機械が手出しをすべきことじゃないのかもしれないだろう。悪いな、コナ。手を貸すつもりはない。さあ、証拠保管室に向かう。夜通してパーキンスの足止めをする。そういうことなら、また電話してるね。ははは。ちょっとさばいてもらうか。命令なんだね。悪い。好きにしろ。綺麗なパンチ入ったな。レキ捕まえた。ハンクのデスク、これか。保管室に向かう。こっちだね。よしよし。いや、普通にかわいそうやったな、FBI の人。あ、鼻血出てるし。あと1、2発ぐらい殴っててもらっても、よかったんだけどね。さあ、保管室に入って。おい、コナ！お前に話しかけてんだよ。どこに行く？ここじゃお前はもう用なしだって理解できねえんだ。冷静に。外されました。私の持っている証拠を返却したら帰るつもりです。気をつけて帰るよ。ここ最近アンドロイドの焼身自殺が多いって話だ。焼身自殺ね。まあ、ああいうのには至って平然とした態度がね、多分いいんで。さあ、とりあえず持てる資料は持っていかないといけないけど、多分あのアンドロイドのことかな。ハッキングか。ハンクのパスワード、ハードボイルドで変わり者の刑事が使いそうなのは、ハンカー。
おお、マジで。ハンクらしい。パスワードなんてクソくらいやったね。そうやね、ハードボイルドで思いつくのもなんかあれやけど。ジェリコは一体どこなんだ。さあ、ジェリコか。ここに。ジェリコ、ジェリコ。最初の、最初ですよ。これがね、いかわしいところでしょ。右には、おや、全部調べよう。時間がない。所有者を殺したアノロイド。そうだね。ああ、ここで、そういうふうに情報が変わってくるね。で、これも。必要な部品があると。はあ。助けてるかどうかで全然変わってくるんだね。ジェリコに向かっていたはずなら道を知っているか。ジェリコね。マーカスね。私たちにも尊厳と希望と権利が与えられるべきなのです。共に手を取り合って人間とアンドロイドの輝かしい未来を築き上げていきましょう。これは人々の希望のメッセージです。あなた方は命をくれた。そして今自由を与える時が来たのです。マーカス、どこに隠れているんだ。あんまり関係なさそうだね、これはね。どれ、いや、ちょっと待った、今ちょっと待った、ああ、もう見れないか。日記、ルパートの日記、解読しなきゃ役に立たない。書いとけね。こんなものか、情報として。こんなもの、解読キーが必要。分析再起動に必要な部品があると。どっちにしてもパーツがいるって感じか。子供を人質に取ったアンドロイドか。だいぶ懐かしいよね。6755、とりあえず左から聞いていくか。近くにいる。連れてってやってもいい。でもその前に僕にジェリコの場所を教えてくれないか。あんたはあの時の自由になれたはずなのに、なのにあんたが殺した。多分そうだろうね。大体撃ったからね。そしたら何が足りなかった？どっちみちパーツが足りないんだよね。首が外せそう。外すか。お。いや、ここら辺の説得が全然変わるんだろうね。てかそもそもいないのかもね。トレイシー、
死んだんじゃなかったの。一緒に逃げましょう。自由になるの。約束よ。ジェリコの場所を教えて。お、すげー。さあ、特定。すまんな。どうなってるの？トレイシー！トレイシー！嗅ぎ回ってる奴がいるみたいですね。くそ！警報鳴らせ！急げ！さあ、最後の切り札ということで、めっちゃ選択あるね。あー、すごいな。猟犬。いやー、いろいろ選択あったね。前のシーンで死んだ。容疑者を発見した。相棒で発見した。エデンクラブで殺した。天敵で殺した。もう選択めちゃくちゃあるじゃん。目をかいくぐってうまくいったという感じか。まあ、あの首がもげたのはね、やっぱ機械だよね。ってことで次行きましょう。カーラかな。なんだろう、すげえペルソナ感の音楽が。これだっけ？いや、見れるね。街中を探し回っているみたいなのよ。昨日のことでみんなピリピリしている。心配ないわよ、もうすぐ着くわ。国中のアンドロイドが当局に引き渡されたことにより、国全体が麻痺状態に陥っています。現在、病院や学校は閉鎖され、断水、特には情報は見れない感じか。最も懸念されるのは、軍が特殊アンドロイドモデルで構成されていた実動兵力の。音楽をかけた方がいいわね。そうだね。さあ、カナダに無事行けるのかっていうとこだよね。さあ、あ、ジェリコ探してんのか。はあ、それがカナダに行く手段だったわけね。もう少し先に行くとジェリコっていう大きな貨物船がある。そこに着いたらマーカスを頼るといいわ。国境行きのバスは深夜が最終のはず。絶対にそのバスに乗るの。国境を越えれば安全。少ないけど私にして。弟がオンタリオにいるわ。住所あげたわね。落ち着くまでかくまってくれるはず。あなたはとっても勇敢な子ね、アリス。幸せになるのよ。ローズ、いろいろとありがとう。向こうに着いたら連絡をちょうだい。気をつけてね。頼んだわよ。さあ行こう。グズグズしてられないぞ。そうか、ジェリコの貨物船ってそういうことだったんか。ローズに分かれ、ジェリコを見つける。
こっちでいいのかな。一緒の方向行ってるもんね。あー、コナーも同じ手順を踏むわけか。あー、じゃあここで3人交差するのか。いよいよって感じだね。特に怪しいものはないと。ん？いや、あそこいるね。うわ、めっちゃ集まってる。武器も持ってるね。やばいな。今なんか出たね。アリスのために暖かい場所を見つける。暖かい場所。あ、こっちはダメ。どこかな。あったあったあった。具合はどう？暑いんだけど、でもすごく寒いの。立ち上がる。いやー、薬もそうだね、効いてないよね。マーカスを探してくる。最終バスは2時間後だ。バス停は町の反対側。時間がないぞ。パスポートを手に入れたらすぐ出発よ。カーラ、話したいこと。アリスのことだ。バスでゆっくり話しましょう。すぐ戻る。頼んだわよ。健康面がちょっと怪しいか、もしかして。変異体のリーダーを見つける。あー、いろいろ動くなー。気づかれないように気をつけろ。急に会話やめたな。マーカスは？誰にも危害を加えてないだろ。あの警察を皆殺しにしたんだ。あれじゃ虐殺。奥か。広場はアンドロイドだらけで、復讐を示した警察が。あ、全く同じ方のがね、いたね。ここもいるね。あ、いた。なんかだいぶ迷ってる感じがするけどね。女の子とアンドロイドと3人で故郷行きのバスに乗りたいんだけど、パスポートがいるの。外出禁止令が出てるだろう。町中兵士だらけでアンドロイドを捕まえて収容所に送り込んでるんだ。しばらくここにいた方がいい。そうね、落ち着くまでここにいた方がいいかも。国務省で働いてたやつがいるんだ。偽造できる電子パスポートを持ってるから、後で届けさせるよ。ありがとう。女の子と一緒だと言ってたな。俺たちを憎む人間をなぜ守るんだ。
人種は関係ない。アンドロイドかなんてどうでもいいことよ。あの子は大切な存在なの。マーカスをもともとはね、だいぶ大事にしてもらってたからね。さあ、アリスのところへ戻る。マーカスもね、奴隷というよりかはね、すごく優しく扱ってもらってたからね。なんかその反動がすごいなっていう気はするな。こっちか。まあでもこの左上のマークがなければ人間と変わらんからね。いや、ロボットか。失った。アリスはお前を愛してる。世界中の誰よりも愛してるんだよ。あの子はお前の望むような少女となり、お前は母親になった。自分を忘れ、相手の望む存在になった。それが生きるってことなのかな。待て待て、似てるだけじゃなくて、マジで変異体なの君も。嘘。え、マジで？めちゃくちゃびっくりしてんだけど。抱きしめるしかないよね。よくわかんないけどね。ねえカーラ、ずっと一緒にいてくれるんでしょ。ずっとよ。あ、家族になるんだ。すげえ。飛ばすはさすがにできんな。はあ、そうだよね。ほぼほぼやっぱなかったら人間だもんね。そうだ、その視点はなかったわ。ブルーブラッドと部品が足りないんだ。みんなシャットダウンしていくのになすすべもない。大統領は国を脅かす俺たちを抹殺しろと言ってるらしいな。国中の大都市で捜索を行って収容所に連れて行って廃棄してるのよ。最悪だ。虐殺されてるんだぞ。俺たちのせいだ。おとなしくしてればこんなことにはならなかったのに。さあ、決意するか。伝えただけだ。奴隷でいるくらいなら自由になって死んだ方がマシだよ。自由を手に入れたところで死んだら意味がないだろ。後悔はない。俺たちを奴隷にしてたんだぞ。立ち上がって何が悪い。俺たちの敵は人間だろ。仲違いしてどうする。そうね、今はこれからどうするか決めないと。
マーカス。はあ、そうだね。対話だ。それしかない。一人で行くよ。もう一度だけ話してみる。お願いやめて。殺されるわ。カムナ。でもやってみないと。戻らなかったらできるだけ隠れていてくれ。戻ってこいよ。俺たちは傷ついてると分からせるんだ。ちゃんと伝えれば理解するさ。人間は何世紀もの間、皮膚の色や宗教を理由に互いに殺し合ってきたんだ。変わるわけがない。暴力なしに生きてはいけないんだ。私たちを止めることはできない。あなたはみんなに希望を与えてくれたのよ。私にもね。今日ジェリコに来たばかりの変異体が化学兵器を輸送するトラックを盗んだって言ってたの。トラックはデトロイト市内のどこかに止めて爆破装置を仕掛けたって。思いとどまらせて起爆装置を受け取ったの。爆弾か。マーカス、負けるわけにはいかないの。人間が勝てば私たちはこの世から消滅する。これさえあれば生き残れるかもしれないのよ。それじゃ人間と同じだろう。他にも方法はあるはずだ。そうだといいけど。明日何が起ころうと、これだけは知っておいて。あなたに会えてよかった。場所を特定し、指導者も見つけ出した。マーカスを生きたまま捕まえるのです。生きたままね。生け捕るように言われているが。場合によっては撃ってでも君を捕まえるつもりだ。俺を撃ったところで何も変わりはしないぞ。俺の代わりが現れるだけだ。アンドロイドが目覚めた今、もう誰にも止めることはできない。君を破壊したくはないんだ。お前はコナーだ。噂の変異体ハンターか。ま、おめでとうコナー。探し物が見つかったみたいだな。正義。俺たちは正義を求めているだけだ。俺たちは物じゃない。自由になりたいだけなんだ。何も言わない。自分の存在を疑問に思ったことはないのか。プログラムを実行するだけの機械なのか、理性を持った生き物なのか。
自分でその答えをよく考えてみるんだな。こんなことする必要ないだろう。もう従わなくたっていいんだよ。自分が何者かは自分自身で決められるんだ。自由になりたいだろう。さあ決めるんだ。ああどっち、ああこっちかな。まだか。もうマーカスは止めるしかないからね。関係なく変異体になろうがどうか。じきにジェリコは攻撃される。何？今すぐ逃げるんだ。くそ。いやマーカスもマーカスで殺したくないし、かといってコナンもコナンで殺したくないしってなるとやっぱ変異体選ぶよね。早く逃げないと。自由に動けるって意味ではやっぱ変異を取るかな。ちょっとねアマンダの信用が微妙なんでね、僕の中では。お、鼻血タレコ像が来たね。これ人間を遠慮なく言ったらどうなるんだろうね。やばいやばいやばい。あそこの通路へついてこい。どこどこどこ。ああそっち。こっちだ。急げ。こっちだ。ちょっと待った。てかさ、こっちこっち合ってる。あ、あったあった。アリスそもそも人間じゃないってなったらさ、熱は何なの。うわー危ない。奴らに囲まれてる。貨物室にいる仲間が殺されちゃうわ。ヘリのデッキからも来るぞ。これじゃ八郎さん逃げないと。もう諦めるしかないわ。ジョシュは？サイモンとジョシュはどこだ。わかんない、はぐれたの。警告。2階と3階に出口がある。見つけたら窯に飛び込むんだ。よし、ジェリコ。船が沈めば奴らも逃げ出して、みんなも逃げられる。そんなの無理よ。兵士だらけなのに爆弾のある貨物室までどうやって行くの。やめろマーカス、奴らの狙いは君なんだぞ。みんなを助けてやれ。後で合流する。マーカス、すぐに行くよ。さあそしてマーカスと。マジか、そんな展開。いやちょっとルーサーも気になるな。これでジェリコともお別れね。みんなを救ってマーカス。ここか。落ちたー。こっちは銃持ってないのか、この感じだと。もう手遅れだ。俺をほっとけ。アリスを頼む。ルーサー置いてなんかいけないよ。でしょカーラ、置いてかないよね。そうやね、ここはルーサーを助けよう。一緒に行くの。カーラ、ダメだ。
いや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 、ここまで来て。ここを動くな。なんて無茶な真似を。アリスを危険にさらすつもりか。奴らが戻る前に行くんだ。それじゃあなたはどうするつもり。心配するな。アリスが無事ならそれでいい。置いていくなんて絶対に嫌。大丈夫。先に国境に行って待ってて。ほら行って、気をつけるんだぞ。そうか、先行く感じか。さ、隠れる。開ける。分かった。じゃあ開ける、開けるわ。おっ、アクションでいきなり。おお、危ない。さすが。ナイス。もう打つのには慣れてるからね。いやー、開けたけどアクション失敗したら全部おじゃんみたいな感じだったね。あー、出る、やめる。なんかすげえメタルギア感。阻止するか。さすがに。ほい。よし。逃げるんだ。急げ。危なかったー。こっちでいいのかな。ガンマ隊近所ハンド。動くな。いや、判断的に良かったのかな。正面も危なかったけど。ちょっと待った待った待った。これこれこれ。おい。さあ、発令ろ。よし、ナイス。いやー、痛いやろうなー。逃げるんだ。みんなのところ。急にアクションが。いや、そりゃ迷わず行くでしょ。そうだね、人間急所あるからね。やばいやばいやばい、後ろ後ろ後ろ。死んだふりしよう。動いちゃダメ。殺さないでくれ。何も。
もういいのかな、立っていいのかな、いいんですかね。よし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 、こんな古典的なのに騙されるとは。やっぱ人間やね。あー危なかったー。でしかも一人ちょっと犠牲にはなったけど、あの人いなかったら撃たれてたね、確認のショットをね。さあジェリコ爆破と。おわ、来たー。ほら、さっさと行くんだ。おい、また来た。上か。近く。いやー、ボタンが合ってる。あ、遅かったか。やばい。一発入ってしまったか。マークス、じきに爆弾が爆発する。逃げる。さあコナーがどうなったかだよね、問題は。あーってことはこれ助けてなかったら全員いないのか。いやいや、ここまで来て助けない選択ないやろ。ちょっと待った、早い。コナさん早いです。おお、かっちょいい。急いで逃げるんだ。いやー、これハンク怒るだろうな。爆弾が爆発しました。船が沈んでいます。全員脱出させろ。全隊員に告ぐ。全員至急船から脱出せよ。これで終わりじゃないぞ。さあ、交わる運命。忙しい。いやーでもちょっと被弾何発かしてるのが気になるんだよな。マジか。あ、次行きます。ちょっと待った、急ぎすぎたな。まあちょっとね、時間がいい感じなんで一旦ここで止めて、動画の方はここまでです。で、ライブの方は引き続きしていくので少々お待ちください。ということで、ここまでのご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価もぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃ、またな。